優勝戦3号艇の赤坂信介選手ですよろしくお願いしますはいお願いします準優勝戦は2コースからコンマ17のスタート差しての1着で輸出ということになりましたこの日は前半後半でリング交換をなさっていますけれども足の方はいかがでしたかえっと前半新品リング変えて全然良くなかったので、はい、まあ戻しただけなんですけど、はい、まあ足は大したことないですね はい11月末にプロペラが変わって3節目なんですけれども、そこからちょっと動き的には数字の方ではないかなという感じなんですが、ご自身もそのあたりを踏まえてレースをされてたそうですね、まあ、どうしようもないんで、はい、まあ一応、プロペラ中心ではやってたんですけど、はい、ちょっと体感がなんか日に日に良くなくなってきているので、はい、まあちょっと本体もやったんですけど。はい ちょっとダメでしたね。はい、では優勝戦向けてはまた違う形でいい状態に持っていきたいところですね。そうですね。まあ、プロペラのベースをまだ変えてないので、はい、ちょっと明日はちょっと変えて試運転してみてはい、はい、ですね。思い切ったプロペラ調整で臨むとはい。3枠ですが、コースはいかがお考えでしょうか？えっと一応主張するつもりです。はい、はい、出脂線の2段構えで。 じゃあどうですかね。ラ市長の気持ちの方が強いですか。えっとまあ水面状況と、はい、あのまあその侵入の入り方でまた考えますけど。わかりました。今期はこれが四回目の輸出今年は十二回目の輸出で四回目の優勝がかかり一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、えー、明日も精一杯走ります。